い、エルカチャンネルの社長でーす。マルでーす。あ、俺か、キリトでーす。時間差。ちょっと待って、おかしいおかしい。テイク2だ。はい、エルカチャンネルのショーです。マルです。です。ウシです。第1回、この漢字なんて読むの選手権。4問漢字のクイズを用意しました。で、1問目は練習問題と思ってもらって、あ、はいはい、まあ実際のはその後後ろ3問が難しいんで、今から見せますので10秒ぐらい時間を数えます。僕が、まあ、3人がそれで一緒にせーので答えをわっと言ってもらって、こちら、読めません。わかりません。物体全然違うのこれ。さあ、それでは3人一斉にちょっと答えを言ってください。うん、せーの。物体。正解は、物体。はいはい。物体。物体ね。はい、3人とも0点です。エルカチャンネル。どうなんすかね。ここからが本番ですけど、大丈夫大丈夫、もう勢いだからこういうのは。じゃあ頑張ってお願いします。こちら、ん、なんこれ。4文字ですね。4文字、なんちゅうのかこれ。さあ、それでは時間になりました。せーのでお願いします。せーの。わかりません。正解はですね、スンザックです。耳をツンザクとか言いますよね。使わんよね。ザクしか分からない。ザクしか出ない。そんなに使う言葉じゃないよね。残念ですね。またゼロポイントっすね。エルカチャンネル。せめて一人取ってほしい、あるんですけど。大丈夫。あと2問あるから。頑張ってもらいたいなと。こちら。なんか見たことあんな。この下がヒントです。の。ですけど、せーのでお願いしますね。せーの。ノリノリノリ。こちらは、ノロノロでした。残念でした。エルカチャンネル。いけませんね。無理、無理、無理、無理。最後はあの100ポイントとかあるでしょ。わかりました。最後の人は1万ポイント差し上げます。じゃあ頑張って答えてくださいね。こちら、え、3文字なんこれ、全然わからん。あー、あー、来たか来たか、わかった、来たか。さあ、じゃあわかった丸に答えてもらいましょう。お願いします。コケ落とし。正解。丸、1万点。1万ポイント。やっとだよ。エルカチャンネル。ということで、第1回この漢字なんて読むの選手権、漢字王は丸に決定。おめでとうございます。よし。ありがとうございます。エルカチャンネル。次なんか呪文の名前とかにしといてよ。呪文？いろいろあるよ、もう。大の大冒険見ればすぐわかるから。第2回はちょっとそっち系に寄らせてもらってのでやりたい。寄ってください。はい。お願いします。はい。はい。ということで今回の動画はここまでです。俺にかかって来い！